よ。こんにちは。やっほー。こんにちは、みんな。やっほー。今日は祝日ですが、皆さんいかがお過ごしですか？あ、空気落ちてきた。あ、ちなみに昨日の夜作ったブラウニーは、そう、めちゃくちゃ美味しかった。大成功でした。ということで、なんか練習兼ほぼ本番に近かったので、今日お会いする誰かにあげたいと思いますマネージャーさんとかに渡そう。あ、お昼ご飯に悩んでましたって。私はね、もうお昼ご飯、もう早めのお昼ご飯というか朝昼兼用でピタヤボールってやつ食べた。朝日着てて、それに食べましたどこに行けばよろしいんでしょうか。あそこ、これはゆずがくれたニットなんです。タンプレで可愛くない？青色、パキッとした色が好き。まあ、パステルも好きだわ。結果なんでも好きやけど。こんにちは。今日は珍しくお昼配信で、祝日感がない月曜日。今日は何の日の祝日なんだ、ちなみに。あ、振り替えか。あ、建国記念日の振り替えってことか。そういうことか。なんか今お母さんがちっちゃい時の写真を送ってくれてて、まんますぎる。変わらん。変わらんの。我ながら、みんなはちっちゃい時と顔変わった人ですか？顔が変わったというか、ちっちゃい時とそのままか、なんか成長しましたみたいな、どっちですかね。あんまり意外とちっちゃい時の写真あげへんよね、私。こう見えて、今温泉に来てるっていいの？まあ自分じゃ分からんか、変わってる変わってない正直。でもね、私は変わってるねって言われたい。なんか成長したねって意味で。微妙って。卒業アルバムとかは見たくないな。分からん、あんのかな。っていう話でした。じゃあ今から仲のいい
私の大好きな友達が誕生日プレゼントをくれて、その友達のプレゼントのセンスがめちゃくちゃ良くて、じゃあそれのプレゼント紹介をさせてください。まずメインはこちらなんです。かわいいファーファー、ファーファーのピン、かわいくない？激かわ。え、つけようかな。また後で写真撮りたいので嬉しいんですけど、袋に。どっちや。あ、これさ、右でも左でもどっちでもいけるやつかな。あ、絶対違う。ん、どうやって撮るの。こっちか。ん、開け方が分からん。ね、ゴールド珍しい。そういつも自分だとさ、シルバー選びがちやから。はあ、開け方が分からへんねんけど、大丈夫そう。私12時だ絶対。ほら、 LINE ニュース来たかと思ったもん。でもこっちなんだろうね。でも私の好きな顔こっち。でも多分こういうのでもいけるのか、言っちゃえば。どっちも使うのかな。あ、これはちょっとむずいか。あ、でもいけるっちゃいける。あ、いける。でかいな、ちょっとこれにして。でもこっちか。あ、これだ絶対これ。なんかさ、髪の毛長い時ってあんまり意外とこういうことせんかったけど、やっぱ短いとするよね。かわいいね、存在感あるよねこれ。かわいい。まあでも希望はこっちなんですけど、優しい、みんなコメントで。こっちなんですけど、まあ取れないこともないんですけど。あ、ダメだ。あかんけど、まあ気分転換ってことでいつもこっちだから、こっちで。えー、今度つけよう。かわいい。めっちゃかわいくない？以上。あとディオールですよ。ディオール、これはね、ネイルケアかな。多分さ、自分じゃ選ばんわこれ。いた、センス、ここだ絶対。こういうさ、ここね、めっちゃ可愛いね。しかも入れ物、ディオールってなんかさ、入れ物も可愛いんだよな。可愛い、ピンク可愛いな。お気づきですか皆さん、私のチーム S の MV でもピンク黄緑がなんと偶然衣装で、あの舞台の時ののれんもピンク黄緑 で、私ゲッターズさんに言われてるのがラッキーカラー今年ピンク黄緑なんです。すごくないっていう話でした。使おっと、これセンスよ。あとね、バレンタインが近いからってディンドールの黒大好きなチョコレートと、かわいいミニオン、大好きチョコレート、かわいくない？これクリームサタのホットミルクとかに入れるんだろうね。今度やろうってやってみようかな。食べ方、あ、食
べ方を書いてへんけど、あったかい牛乳に入れて、めっちゃ可愛いんだけどね、食べれんよな、そういうの。可愛いっていう、すごいセンスが良いサンプルもらってご紹介させていただきました。可愛いな、これ5つ付けようね、わかる、友達だから、近いからこそすごい見てくれてるね。やっぱさ悩むよね、誕生日プレゼントって。じゃあさ、みんながさ、職場の人とかさ、お友達とか今プレゼントあげることあんの？確かにチカが食べるスイーツほぼチョコだね。なんか一人でおったら関西弁よく出るねんな。ステージとか仕事の時になるとあんま出えへんねんけど、多分敬語がね出えへんのよ。あ、ビーボー言った。お待たせしました、ちょっと外がね音が、みんなのプレゼントはお土産になってしまう。あ、誕生日しら、あ、移動とかであげるだって。悩むよね差し入れとかさ、手土産とかもそうだしさ、お土産系なんだ。まあさ、みんなにプレゼント買ってたらさ大変だもん。まあご飯ご馳走するとかもいいよね。まあメンバーだとさ、やっぱなんか、まあ女の子ってのもあると思うけど、私は1個が多いけど、昔はコスメが多かったけど、最近は多分もうみんなコスメ、自分の好きなものとかがあるやろうと思って、今プレゼントについて話してる。ちなみにから、まあ、それこそこのゆずがくれたお洋服とか嬉しいし、こうやってアクセサリーも嬉しいよねとかも嬉しいし、それこそこういうチョコとかでも食べ物も嬉しい。あと食器、あ、昨日も言ったけど食器とかも嬉しいね、一人暮らしの子とかね。わかる、名古屋に行くために買ってたらキリがないのでやめました。いや、それはそう、確かにそれはそうだよ。まあ、なんかあった時だよね。あ、でも旅行系が多いね。アマゾンギフトかみんなへの誕生日プレゼントは悩むな、一人一人。え、でもありそう、ファンの人、この人にはこれあげたいなとか、これつけてほしいな、身につけてほしいなとかはあるけどね。こんにちは。はい、プレゼントね、あ、教えてくれたら自分に買いますやって。みんな、え、ちょっと待って、考えようかな、何やろな。なんかキャップ好きの人にさ、例えばキャップ渡してもいっぱいあるだろうしなとかを考えちゃうから。あとスニーカー、スニーカーとかもいいね、ちょっといい値段するだろうけど。あと、あ、タオルセットとかも嬉しい。わあ素敵、健康で笑顔でいてくれることがプレゼントです。それな、昨日もちなみに聞いてほしい、ばあちゃんとテレビ電話したばあちゃんとテレビ電話したらじいちゃんも出てくれて、そしたらばあちゃんが最後、じゃあばあちゃんが切ってって言ったの。あの、やり方分かるやろうっていうふうに言ったら、どこを切ればいいんか分からへんって言って、いいお餅が切るわって言って、結局私が切ったっていうほっこり話でした。テロップ出てありがとう。確かにテレビ電話できるばあちゃんすごいよね。
まあもうボタン押してさ出るだけやけどさ、それができるのってすごいよね。平和だよね。元気いって名古屋遊びにおいでって言って話してた。すごいよね、うちのばあちゃん元気なんすわ。12時か。今日まったり配信です。次はちなみにバレンタインはメンバーにあげる分はね、明日はあげないんだよね、まだ。あ、ちょっと待って、一回シーってなるね。オッケー、お待たせしました。メンバーにね作るのはね14日の夜に作ろうかなって思ってます。今14の夜に作って、明日じゃないんだな、渡す日は。ちなみにちょっと遅れたバレンタインだから14日の夜にまたバレンタインでチョコ作りするから、みんな付き合ってね。もう成功するだろう。なのでみんなの14日の多分おそらく夜の予定はください、私に。そうね、13日公演やったら次は18日かな。ちょっと空いちゃうね公演。でもさ、今月月1じゃない？違う、間違えた、嘘、週1じゃないかな、やってるペース的には。あやかも欲しがりそう。おたやかちゃんも、そう、あやかもね、でも会うタイミングがあってちょうど渡すよ。でも渡した時に言うんだ、あやかにはホワイトで別に待ってないからねって言って渡すんだ。待ってる人。ああ、なかなか公園行けないのでって。そうね、2月、でも2月はねちょっと生誕があるから、多いからね、お祝いが。明日は吉野の生誕祭で、次はあゆかで続くので。お、じゃあちょっと10分なのでそろそろ終わりますね。みんなお昼から、あ、ちょっと待って、外が。今日は外が賑やかで音が。では今日は終わります。ありがとう、見に来てくれて。お昼から、午後からもファイトです。またね。ちなみに今日は眉毛だけ描いてます。素敵な休日を過ごしてください。お休みの人は